平成30年3月31日、第2回桜祈願が行われ、子供たちが手野の名水を阿蘇市一宮町の阿蘇神社に植えてある第5の桜にかけ、桜の成長と地震からの復興を祈りました。おととしの11月、京都にある総本山第5次の青年会、五山青年連合が、熊本地震の復興を願って百羅祈願を行い、第5次に伝わる第5の桜を植樹しました。今回の桜祈願は、植樹した桜の成長を願い、熊本市にある本蔵院の倉本宗昌住職らによる桜祈願実行委員会が昨年4月に次いで今年も行ったものです。この日は、まず山伏の衣装を着た子どもたち34人が、阿蘇市手野の国蔵神社奥にある手野の名水水源で岩清水を汲みました。そして神社に参拝、国蔵神社の宮川宮司から国蔵神社の言われなどについて話を聞きました。そして午後1時過ぎ、ほら貝を吹きながら国蔵神社を出発。阿蘇神社までの5キロの道のりをおよそ2時間かけて歩きました。阿蘇神社に着いた子どもたちはまず参拝し、その後満開となっている第5の桜に汲んできた手野の名水を樹齢の数かけて桜の成長を祈願しました。2日目の4月1日には、熊本市にある菩提樹園の第5の桜にも阿蘇市手野から汲んできた名水をかけたということです。